えー、ちょっと言うな、まあもう忘れても大丈夫いいけどね、まあいいんやけど。えー、っとね、う、え、ん、ー、うん、ねえ、すごいね、たぶん、まあ怪獣作品、大量生産したらもういいんじゃないもうでっかくしたら、どうじあの、199年代画面、なんて、80名の、あれいったら。 もっといくんじゃないし <laughs> もっとでっかくしたら、<laughs> でっかくしたらいいよ。う <laughs> こういうことでした。でっかくすべきだと思う。うん、まあ。ねよ思ったら結構大きいん、ね、<laughs> と思った。こういうことでした。うん。だいぶ足跡ねから計算してるだいたいわかるんやん。査定わかるんやどんだけ大きさがで、どれだけでっかい そういうことでした。まあいろいろとね。<laughs> まあことでした。まあ一応まあね、たぶんあれね、たぶん多いんじゃないですか。でも、くしと言たとき実はええと、感染、汚染発覚でそう閉店に追い込まれてた。本当に見ました。現実を見させられました。 との事実まあ、全体ゲームはフジテレビも大丈夫でした。ちゃんと対策はねってますから。ね、そういうこと、多分法人税とかなんたらで脅されたんでしょうね。まあいいです、もとか。黒幕ですから、まあそんなものはいいんです。から見れば、単純明快ーー Facebook とか Twitter は、ね、なんでーせーか宣伝する。 英理行為の、英理の有無で判断してます。文字で。使うんだったら、ちゃんと、証、うん、を見せてください。確認書類を提示してください。免許証を加えてカメラスキャンするなり、保険証をスキャンするなり、そうやってしてます。どこの国でもあります。それに基づいて、サムは非営利です。完全に。 当たり前です。何で儲けません。逆にとこいつらを叩くためにやってます。音から、うん、叩くために。それ前提でやりました。音からの。ちょっと Twitter は文字数が大変で最初からアメやってたんですよ。ーブローそういうことですね。まあ、こういうことですね。まあ、いずいれ、ね、Facebook もね、版とか言語版のさ、 ブログとか作るでしょうねうんまあ作る、うん、も考えるでしょうねまあ物足りだからねちゃんとか <laughs> ねえう、まあ,、ね、あもしかしたらねまあ上演延期になる可能じゃ、まあまですさあ芸人 <laughs> 3月公開遅れてすみあってずれちまう ですよね。まあ、なんか一千万突破。災害のゴジラさん。潰し、てたんです。潰してたんですよ。そういうことを、東映がさ。あ、あ、そこの元から、青鬼とくん。関係深かった、たバーニーブ関係は、たぶん。取引してるって、わかったんで、そういうことでした。まあ。ことでした。元から。まあ。 でそわいの東映も無本勢力です。あいつらもグルだった。あいつら。したと、潰しのためにやってたよ、ね。こういうこと。した。我々はそれを恨んでたんで、問い詰めたんで、ちょくちょく呼んでました。別にゴジラが。からそんなものは関係ありません。当たり前だ。これだ。うん、そんなもんだ。こと、単純明快。 多分危機管理能力発展してるとか遅かったんじゃないですかうだいぶ格差が広まってます。多分テロ事務総長、これはねあの発表は全部嘘です。けはこ自民党の独裁を完成させる。にこんなことやってたんです。こういうこと、ごまかしてるんです。 そういうことでした。最初から、ね、嘘の報告ばっかりしてたんだよ。さあ、長浜赤十字医療センターね、あそこも、ね。なかなかどういう状況かで、ああいつら官僚的な表現しか使えないバカだと思いました。あいつら本当に表現したずさんですね。逆に言うと、この名は。 市民病院との、ね、幸福病院なんかか併統合計画、逆にじゃ赤十字病院いらないじゃんんで使う市長、それを方向で検討したら、ちょうどずさんな形態分かったんで、関永って言うんですから、ここに統一ですか赤十字病院を長安一本化したらどうですかその方がいいです。多分大丈夫でしょうな。病院長い。そう 幸福病院が汚染大丈夫です。あそこは大丈夫。一回歯の治療で入院したことあったら知ってますからね。まあ詳しくはそこに聞いてください。こう長ましに問い合わせ。現状でなくなる。問い合わせください。そこにしか知りません。いくら向こうの部門に行っても無理です。<laughs> 対応対処しません。 たぶん無理です個人の保護の関係から無理ですお答えできませんってちゃんと言うわ <laughs> 言うばそれでいいんですそういうことでしたこういうことサムはすでにケースあーじゃなくても生町から直接更新のな通知書は更新の通知書はもう手続きは済ましたんでケースワークしなければそれは不要だったんです そうでしょわざわざ多さあ、多重手続きになりました。ちゃんとん、発行書も来ましたんでしょ手続き完了しました。証明書が通称も来ました。証人。でそういうことです。さあ、ケースばーカー不要ってことですさ。さあ、あの人は仕事はなくなったんで、さあ、そこの、でも所詮は国営です。言い,いなりってこと。 そう最低賃金なんて最下位で864円高くない他のところなんて900円ですよこそうドケチなんですそうドケチなんですねそういうことでした日本はドケチなんですよ、うん、単なるせ逆に言うと,とあっちじゃないんかドケチよ逆に言うとこっちが じゃあ元が節約じゃないの。もうそうじゃないと思うわ。逆じゃないの。そういうことでした。なんで11でああ10は東京、東ていう東京、1はそう、一曲、そう、独裁って意味で、ね、す。そういうこと、独裁って意味な。今日 極集中って意味にそういうことなぜか首都機能移転計画出てないし <laughs> 逆に言うとさ分散体制とか全然議論してないとわりますそう,そういうこともういい加減退出してたんやそういうこと全然天下りも減ってないし平行線です 増えたんじゃなくて平行線になっただけで別に減ったわけでもないです。そういうことでした。幕府病院、さあ、こっそり、ね、超活動してたんで、忍者みたいなことしてたんで、バリちまって、ね、暴露しました。これが日本の医療関係者の腐った実態です。都合悪くなったんで、 体位認める最初からこういうことでした。俺を実験材料にした。三日月泰造をむくるです。最初から水着の私の命令で俺をそ置にしました。そういうことです。そう、医療保護で十分だったんですよ。だあんまり規制もかからないし、そう。材料で、ね、も外出許可も認めてたんでう。院内だけどね、その代わり。もう決まってるらしいね、院内で。そう多分今は無理やと思うわ。 単純日が医師の裁量でないとダメだよ。もう退院請求書もダメ。全然見直しな。都合悪くなったんで、ああやって罰則設けたんです。ああこれから保健所により、極、う、右、ん、行為が多発しますよ。よ恐ろしいよなたんです極右によるテロがああ、白色テロが起こりますああ。白色テロリズムが起こりますね。素人は完全に。そう。死を意味します。 白を意味します。白衝動の白を意味しますからね。おこと恐ろしい色なんです。白が縁起悪いんです。縁起悪いんですよ。よ赤はいいんです。逆に言うとそう。紀明るく、そういう意味。白が恐ろしい意味だったんだよで。白なんです。恐ろしいだろうか。白です。してません。それが現実です。 さあ、ビル・ゲイツさんだし、なんで急にいんな。ここにあったんさあ、文句言ったんでしょう。さあ、帰まで言ったんでしょう。もう、こういうことでした。さう単純明快声優っていうのはね、視覚延長の語です。あ目を見ることしか考えられないってこと。さ そういうことでした。そう俺は耳で聞いてたよ。はあ、うるさい、うるさいだよ。さあ、こいつらね、<laughs> なんていうか、X ージ感覚やな、今日は弱いとか、そういう。ちょどういうことですかね。おう <laughs>。おう、皆さん、それで怪獣大戦争、怪獣大連戦、作ったんでしょ。作ったんでしょ。それ前提。まあ、アストロンのモンスター。 スターインベーション、ウォーティーなんていう,て言うんでしょうね。それを作ったんでしょう。こういうことです。テレオブンメカゴジラって言うな。今日、メカゴジラの今日、いいんです。逆襲で追うてる。襲うって意味、そうは、俺と同じです。また怒るって、そういう意味で大手てるのズと同じ意味で、ね、同じなんで間違ってなかったんで。間違ってなかったそういうことです。間違ってないんですよね。 84は逆に言うとガジラウィン。ガジラウィン。1984、まあうん。ライリン。リン84。84。って言わんとダメなんよ。逆に言うとこれ、まあ、リファイバルんだけど。まあ、あんまり違いたくないな。そういうことでした。そう。また の証言なんて嘘っぱちですあアメリカの皆さん、エヴィアの皆さん、みずみはよくアメリカに来て知ってますよ、よく来てましたね。なぜニューヨーク、そう、セイワールに行ってたんでしょこっそり。そう、CSIS エスカルエンド、行ってたんじゃないんですか。まあ、でもまあ、兼ねて入国認めてないしょ、ょそういうことです。証言が嘘っぱちです。 時、今日も分、うん、<laughs> かる通り通過の時点で何でですおかしいですよね新幹線通過なんて、うん、時間かかりますよこのように時間かかりますよ岡山乗らないとダメなんですよから普通ね普通車に乗ってこれからね特急なり乗ってそれでないとダメなんですよ 当時は飛行機そんなに乗れるわけないよ。最初は公務員です。だから逮捕されないんですよ。ああこういうことでした。あ安倍晋三は、もからの俺の不正選挙で、そうみんなの脳内心、さあ、こうやって、情を掴かんでた道理でおかしいと思ってん。しではないんですよ。さあ、日本ね、 未だに鉛筆で書いて、撮影規制が厳しいんです。さあ全然認めてくる報道の自由度は最下位です。まあ、今度やったらみんな揉めると思います。いいんですよ。逆に言うとこんな乱を演出してください。これからどんどんね。で、怒りますよ。逮捕者独出しますよ。日本全国で。お、規制、あれは嘘です。全部作り話です。嘘っぱしです。 騙されない,ない日本以外の皆さん、騙されません。日本の政治。で、最下位です。政治ね、最下位です。一生最下位です。まあ、というわけでもう終わります。まあ、じゃあ、今日のいい昼以後にお会いしましょう。さようなら、おやすみなさい、皆さん。1月17日の